パナマビエホとパナマ歴史地区。パナマビエホとパナマ歴史地区は中米の国パナマの首都であるパナマシティの東に位置している世界遺産に登録されている文化財として貴重な建造物群である。2003年の第27回ユネスコ世界遺産委員会パリ会議において文化遺産に登録される。 同じパナマ式内にあるカスコビエホが1997年に文化遺産として登録されたことを受け、合わせて再登録された経緯を持つ。2003年の世界遺産登録に先駆けて設立された第三セクター方式の財団、非営利団体。1995年にパナマの文化財所管官庁、イナック、国立文化院スペイン語、 インスティートートネイショナルダカルチラと iPad パ,パナマ観光庁スペイン語インスティートートパナメニオデルツーリスモが国際奉仕団体クラブキワニス英語クラブカワニス民間銀行バニスモスペイン語バニストモと共同出資した4社の代表者からなる理事会のもとに総括事務部門考古学部門建築学部門遺物保存修復部門と付属博物館から 構成されている。現在、古建築群が立地内し埋蔵されている28万メートルにも及ぶ広大な地域は歴史公園として財団が管理している。また、公園内には大聖堂前に土産物店等が入居する建物、旧国軍司令と1953年にパナマ建国50周年を記念して作られた生活、機関道路の建国50周年記念道路、 ビアシンクエンテナリオスペイン語、バイアシンクエンティンリオがあるが、共に、貴重な文化財保護の観点から財団では、移転を国に強く要望している。2006年には、カントロなど、カントロダード道路舗装のために使われた縦石という、考古学と建築学の研究企業を交換した、財団設立時の遺産復興計画、マスタープランによると、 歴史公園内の発掘調査並びにその成果を尊重した古建築軍の復興を遂げ、当時の街並みを復元することを最終目標として掲げいる。大聖堂横の首廊、展望台の概要と観光時の注意事項。この遺跡の特徴は、主要なものだけでも八つの宗教施設が見られることに、ある。南北十五メートル、東西最大十五メートルの規模を持つ、 町の象徴的建物。現在では多くの観光書、パンフレット等にも掲載されている。町の設立当初、16世紀初頭には小規模な木造建物だったが、1619年には現存の石組み建物が建設されている。町最大の広場である中央広場の東に面している。建物は南北方向に長く南に祭壇があり、 左右に付属礼拝堂を伴う形はさながらラテン、銃をギ着すばシリカの様相を呈している。また祭壇右奥に高さ33メートルの主楼、トーレスペインゴトーレが付設されている。主楼は2006年4月に修復5カ年計画が完了し、本来内部は吹き抜けだが階段を設置して展望台として一般に公開している。また、 パナマビエホ財団のロゴマークはこの城をデザイン化したものである。東西60メートル、南北55メートルの範囲が現存しており、当時の地図から正方形であることが知られていることから、南側は現存建物や駐車場等によって破壊されている可能性がある。建国50周年記念道路建設時、1953年に、 大聖堂まで直接者が乗り入れられるロータリー、道路が付設されていた。しかし財団設立時に文化財保護の観点から国に撤去を陳情し、実現しいる。その後に発掘調査が行われ、広場西側の建物群や広場創設時以前の貴重な先住民族、インディフェナの遺跡が確認されている。街で唯一の修道所のための施設。会派はスペインに本部を置く。 無限在の親鳥女子修道会、スペイン語、リンピアカンセピジンでニューストラセイニーオラ。東西120メートル、南北60メートルの敷地の中に多くの建物があったことが当時の地図によってわかっている。1594年11月29日に、町議会議長のフランシスコでカルデーナスのもと、検事総長のアンドレス・コルテスの女子修道院設立の提案が議会で承認された。 県事総長の提案の原点は、町に住む財産を持たないために将来結婚できない、貧しい家に育った少女や、見宿り期、収入のない未亡人たち、または、親がいない農民の子供たちを救済することにあった。女子修道院設立のために、現在のペルーの首都、当時はスペイン統治下のリマから院長と副委員長。 修道所の教育を担当する教師の総勢3名が1598年6月10日にパナマの町に船で到着した。その他に修道所の所要を務める女性1名がいたが、途上船内で死亡した。設立当初は財政的に恵まれていなかったが、17世紀に至って町の有力者、フランシスコ・テリン、スペイン語フランシスコ・テリンの財政的支援を受け、 周辺の辞書を取得、拡張を繰り返して、町最大の宗教施設になった。17世紀初頭には、従来の木造建物から現存する石造建物に作り替えられたが、1621年の地震によって大部分が崩落した。再建間もない1671年、ヘンリー・モーガンによる長州劇時に、修道院長は、修道所たちを小さな船に乗せて、 リマへと立ち去った。町の復興後は、中心部に近い場所に再建を果たしたが、王子ほどの勢力を保つことはできなかった。現在では礼拝堂の修復作業もほぼ終了し、床部分を補強して、記念式典や演劇、ミニコンと会場などとして現地に密着した利用が、図られている。女子修道院内の中庭に設置された屋根多いのない、 半地下構造の施設。1594年に建設され、寒気には最大12,400リットルもの水を貯めることができた。当時、町の井戸水は海が近かったために飲料に適さなかった。12月後半から4月上旬までの寒気には貯水タンクができるまでは十分な飲料水の確保が難しかったために住民は 水売り人と呼ばれる現地の商人からの購入を余儀なくされた。現地に上水道が付設される20世紀の初頭まで使用されていた。16世紀後半から17世紀初頭にかけて建設された敷地東西85メートル、南北55メートルのイエズス海の修道院。大聖堂から西に向かう大通りの北側に位置し、西側では女子修道院と路地を挟んで接している。 建物群は東側に集中している。通りに面した教会施設の北側に中庭を廃止、周囲にその他の建物群内定回廊が配置されている。また現存する建物の壁が比較的高いことから2階建てだったと考えられる。礼拝施設は全部で3か所あったことが文献で確認されているが、現在では教会建物の大祭壇正面の壁のみが、 明確残っている。この壁上部には丸窓が2箇所残っており、ステンドグラスがはめ込まれていたものと推定されている。境界東側の正面、出入り口について2003年にジャイカ青年海外協力隊員による発掘調査が実施され、20世紀の聖地、森土の下から当時のレンガ時期の床面が確認されている。 地元中学生の研修場所として活用が検討されている教会北東側の部屋内定回廊の一部を2007年1月から全面発掘調査が行われた。当時のレンガ時期の床面や仮想から検出された修道院建設以前のプレイスパニコ文化の貴重な遺跡が発見されている。町で唯一の療養施設。現在は西側45メートルと 北側30メートルほどに高い石壁が残っているのみである。歴史的に見て建物群はサンフアンデリオス修道士によって土地が取得された7世紀には完成をしていたようである。1620年には病院はまだ小さく民有地を曲がりしていた。また不設の境界が当時の地図によって存在していたことが分かっており2003年とも年に ドイツの大学調査隊が、教会建物の床面を検出している。現存する、西側壁面が、教会性壁に相当する。今後も発掘調査の成果が期待される。また南側に接して、建国50周年記念道路が建設されている、ことから、教会入り口付近が確認できていない。女子修道院の南西に位置する、フランシスコ会の男子修道院。 東に位置する女子修道院と同規模の敷地面積を有し、建物自体は南北に長かったことが当時の地図によって知られている。南北に90メートル現存する建物は倒壊した大量の石材と周辺の宅地化によって北端部分の移行の確認ができていない。また内部には2箇所の中庭があって高い壁から2階建てだったものと思われる。従来から 周辺の急速な宅地化など遺跡の崩壊が認められている上に建物の南端に建国50周年記念道路があることで車の振動や排ガスによる現存建物崩壊の危機が関係者から指摘されている大聖堂の西側中央広場の北側に位置する16世紀末から17世紀初頭の町の有力者フランシスコ・テリンの邸宅アト 現在は母屋部分、東西45メートル、南北30メートル程度と北に接す,する二棟の小建物基礎が若干残っているに過ぎない。1600年の中央広場拡張と20世紀の大聖堂前のロータリー建設に伴って周辺の土地が改変されており建物の南側が破壊されている可能性がある。また1997年から98年にかけて 建物敷地の南側で発掘調査が実施されており、当時の個人邸宅としては珍しいアーチ型門の存在が確認されたことが特筆される。同じく現存建物の内部にもアーチを使った部分が一部現存しており、直近で見学することができる。テリン夫妻が新しい礼拝堂で、 結婚式を行うことを条件に資材を寄付をしたことで女子修道院の誘致が実現している。大聖堂の正面入り口北側に位置する建物。1640年頃まではこの地に大聖堂で奉仕する司教の木造建物があった。その後、40年代後半になって、ペドロデアラルコン、スペイン語、ペドロデアラー君に土地の所有権が移り、中2階を持つ。 石像邸宅が建てられた。現存の建物は南北四十五メートル、東西二十メートルを測るアラルコン邸のもので、一階と中二階が石造り、二階は板壁を有していたことが当時の文献から分かっている。建物は一階部分が塀で囲まれた中央の中庭を挟んで南側に居住空間、北側に調理場を有する長方形で、中二階以上は現存していない。 1988年と2000年に建物内部での発掘調査が部分的に行われているが全容解明には至っていない。1995年から翌年にかけて財団の考古学部門長が発掘調査を実施している。その報告書によると中央広場の西に接する地点から植民地期と思われる建物群の痕跡を検出した。 検出以降は北側に接しているカジェレラエンプドラーダ、エンペドラーダ大通りに沿うように壁と思われる基礎部分と南側に広がる丸石を敷き詰めた床面、十字に交差する柱の礎石部分などである。北側の壁には幅2メートルの金属製扉が設置されており、通りに面した間口は10メートル弱であった。また内部からは、瓦片や建築に用いたと思われる鉄釘。 壁を構成していた石片や漆喰が折り重なるように出土している。なお、丸石を並べた床の下層から別のレンガ敷き床面を検出している。建物群の性格としては、他の建物以上に重厚な造りであることや釘を中心とした鉄製品が大量に出土していることか、単ヤ工房の可能性を指摘する研究者もいるが、未だ定説はない。発掘調査報告書では、 複数の建物群、報告書では2から3棟を検出したとしているが、今後は出土している遺構や、遺物の比較検討、各種文献による資料批判が必要となっている。大聖堂の北100メートルのところに位置する東西60メートル、南北55メートルの建物を有するドミニコ海の男子修道院。設立は16世紀の終わりから17世紀の初頭に、 遡ることが今日の調査、研究によ、知られている。建物は他の修道院と同様に中央に、中庭があり、それを取り囲むように内定回廊とその他の建物が立地していた。東側に礼拝堂等の主要建物があって、左右非対称のようである。建物の西にはカリブ海の町ポルトベロ、スペイン語ポートベロまで続く王の道。 神のレアルスペイン語神のリアルが通っていた。16世紀以降、当地での黒人に特化した人身売買を独占的に行っていたジェノバ、イタリア人の屋敷跡。屋敷は石像2階建てで上層階は木造だったと推定される。これら売買から得られる利益は大商人とヨーロッパの国家との融資契約にも匹敵するほどだったと言われている。 建物の東側は現在では陸地化しているが直接船が着岸できるような低い石壁が建物の沿って現存している。2007年2月からコロンビア人大学院生と合同で建物北西側と北側の広範囲で発掘調査を実施している。建物の北西側からは表土直下から植民地時代の土器や金属製品等が多数出土してり建物の北側は 近年宅地化される際に造成された痕跡が認められた。今後はパナマにおけるスペイン人主導の町にあって異国人であるイタリア人がどのようにして独自の経済活動を展させたのか各種文献や考古学的研究が待たれる。大聖堂の東方、岬の先端部分に位置する独立した小島に設置された一連の建物群。島の周囲には町で 唯一の障壁が巡らされており、陸地とは木製の桟橋でのみ結ばれていたと推定されいる。現在は南側の建物礎石南北20メートル程度、東西7メートルのみが残り、島は陸続きになっている。島内中央部には三棟の石像建物、うち中央のみが木造が建設され、南側は当地府長官の事務所、中央部分は当地府成庁舎と、 スペイン王室会計院、北側には裁判所と牢獄があったことが文献資料からわかっている。15メートル四方、ほぼ正方形の中に階を持つ建物である。現在では建物の基礎のみが残っている。北側は大聖堂と幅2メートルほどの細い路地を挟んで接している。1996年に発掘調査が一部実施され、大聖堂、 手労性壁ラインの延長線上に門の礎石跡と建物内部で上層階へ上がる階段跡を検出している。大聖堂を中心とした街づくりの中で孤立するかのように街の西外れに設立されたメルセル海の男子修道院。北側に祭壇を有し、南の海に向かって立っていたことが分かっている。南北50メートル、東西20メートルを測る。 左右非対称の祭壇を持つ、礼拝堂のわずかな壁面と基礎部分のみが残っているだけで、今日では考古学的調査、研究がほとんど進んでいない。近年、青年海外協力隊員による礼拝堂入り口部分の発掘調査が行われ、現代では失われてしまっていた当時の通りの跡を検出した。このことがきっかけとなり、当時の道を再現した。 遊歩道が整備された。なお、礼拝堂の北側は、およそ7から8メートルほどで、宅地と接しており、礼拝堂部分は、建国50周年記念道路によって南北に分断れていることから、当該遺跡は文化財の危機に瀕している。また近年の研究成果から、遺構の残存状況が極めて良い、火災痕跡等がないことや、地理的要因から、 1671年に、モーガン一味が町を襲撃した際の拠点となったのが、当該修道院だったことが、最近の研究で分かってきた。歴史的にも古い、この橋は、16世紀末から17世紀初頭にかけて、従来の木星橋から全長12メートルの石橋に、掛け替えられた。この橋が架かる川を境に、市内と市外に、区別されている。橋の西詰。 市街には囲いを持つ公設の屠殺場があった。また建物前の広場では、パナマの先住民族インディヘナ、スペイン語インディヒナによる共同市場があった。最近の研究によって、ヘンリー・モーガンたちが街に入ったのはこの橋からではないかという説がある。これは、実際に戦いが行われた日々の地点分析と、黄金輸送のため警備が厳しかった。 カノレアルを通過した形跡がなかったことを論拠としている。近年では自動車橋として補強工事が行われており、当時の外観を損ねている建国50周年記念道路建設時に北側に隣接して新たなコンクリート橋が作られた。建設年代は不詳。またデーロ橋の東図面に位置する10メートル四方の現存する唯一の守備施設。 1607年以前の資料に見えないことからそれ、以後の建設であったと言える。砦には、数名の兵士が常時駐留し、若干の大砲が配備されていた。もともと都市時代の守備計画はあったものの、実行されることはなかったので総合的な守備能力は低かったことが言える。現在、移行の北側を走る建国50周年。 記念道路からの振動によって一部壁面が崩落し、緊急復旧作業が行われた。歴史公園の北端に位置する全長35メートルほどの橋。1619年に従前の木造橋からアーチ型石造橋に作り替えられた。完成は1634年。この橋を多くのロ場がカリブ海に停泊するガレ温泉に積み込むために、 南米インカの財宝を積んで通り過ぎた。これらの財宝はカリブ海のポルトベロから大西洋を渡ってスペインのセビアやカディスまで運ばれた。17世紀当時ヨーロッパにもたらされたラテンアメリカの金はヨーロッパ市場を暴落させたとの記録が残っている。この橋の当初の目的はパナマの町から神のレアルを経てポルトベロ、カリブ海に至る連絡通路を確保することにあった。 王の橋の南に位置する男子修道院。17世紀の最盛期に描かれた町の地図にも記されていないことから建設、進出そのものが遅かったものと思われる。現在では、教会の移行、東西、南北ともに20メートルのみを見ることができる。この建物は上部にアーチ型天井を持つ町で唯一のものであったが、1998年までに、 すべて崩落した。この修道院時代完成しなかった可能性を持っている。また建物の東の方には修道院の建物が存在したが遊び場を建設するために1980年頃に平らにされた。かつて20世紀初頭の建築家レオナルド・ビリャヌエヴァが建物遺構を測量しており、その報告書によると建物遺構は木造建築で、 回廊が未完成だった。今日、建国50周年記念道路が西側に接するように、付設されており、一部西側の壁面は道路側に倒れかかるなど、保存状況の改善が急がれる。相対的に、周辺地域の都市化、都市郊外などによる汚染、老朽化も急速に進んでいる。パナマの町が成立したのは、1513年に、若き、 スペイン人探検家、バスコ・ヌーニエス・デ・バルボアが、現在のパナマ東部ダリエン地域からパナマ地峡を横断し、現在のダリエン県トラ・パルマがある、サンミゲル湾で太平洋を発見したことに橋を発する。一説によると、その後1515年に、現代のパナマビエホ地区を訪れたアントニオ・グスマという探検家が、砂浜で出会った青年漁師に地名を通ったところ、 パナマと答えたことからその沿岸地域一帯をスペイン領パナマと命名した。後になってパナマとは現地インディヘナの言葉で海産物が豊かに採れる場所という意味であることが分かっている。その後1519年8月15日にスペイン王室からパナマ地方の総監兼武佐に任命されたペドロ・アリアス・デアビラによって現在のパナマ・ビエホに太平洋沿岸で 最初のスペイン植民都市が成立したのである。16世紀初頭は300人程度のスペイン人のみを抱える都市として始まったが、17世紀後半の海賊襲撃時には人口は1万2000人にも膨れ上がっていた。当時から友好的なインディヘナたちをキリスト教家しながら、また一方ではスペイン人統治に反対する者には黄金輸送などの強制労働などを犯した。 今月も早い時期から進み、街の人口増加に拍車をかけた。パナマの街は、成立初期は、バルボアの部下として、パナマにやってきたフランシスコ・ピサロが、現地、インディフェナたちの情報をもとに、パナマから三層の船に乗って、南米のインカ帝国を滅亡するなど、政治的にもより多くの黄金獲得と、植民都市成立のために、 中米や南米諸国に探検家たちを旅立たせる拠点としての役割も担ってきた。そしてその後、南米からの大量の黄金やボリビアのポトシ銀山の銀を回路で、また陸路でカリブ海へ運ぶ中継地点として栄えてきた。1671年1月28日、町に侵入したイギリスの海賊ヘンリー・モーガン一味は、当時黄金交易で賑わっていた。 パナマの町に火を放って、パナマの総督が逃げ失せるために、自ら町に火を放ったという説もある、黄金を略奪した。海岸線に建物がひしめき合うように立地するパナマの町は、ほとんど防御施設を持たなかったために、2月24日まで現地を見た、他の海賊の証言では4週間以上超全体が火に包まれたとの記録が残っている。その後、 町は復興されることなく、2年後に高台で以前から移転計画のあった西に約1 1トル離れた現在のカスコビエホ地区に町の機能をすべて移転させた。この時に焼け残った公共建物や宗教施設で使用されていた石材が持ち運び出され再利用されている。現在でも見られるものとして、 生誕に位置するメルセイ教会正面の彫刻が施され化粧石、大聖堂の正面壁面の石材などがある。町の再建が断念された理由としては、海賊の襲撃が致命的であったこともある。しかしそれ以前の1621年に、パナマを襲った地震の被害が甚大であり、復帰を援助してもらうために、スペイン王室に費用負担を申し出る書類が確認されている。 総合的に被害状況が関係者にとって予想以上だったとの見解が数年来各種論文で指摘されている。一方、発掘調査で確認される植民地時代の建物のレンガ敷期浴面が略奪によるもの以上に破損している状況が感化されるからも同様の結果が推察できるようある。再建が断念されたかつての町は後に 各州派が新しい町での施設再建のために残存建物から建築部材を切り出す作業に従事するインディヘナたちの居住地となった。危険を伴う作業であったために解体石材の下敷きになる事故が多発した。切り出された部材は満潮時に近くの海岸からイカダに乗せられて運ばれた。一連の工事が終了した後はパナマ建国までのおよそ300年間。 帰り見られることもなく、スペイン人がやってくる前の状態に戻っていった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。